嫌になっちゃう。私にお金のないのを知りながら借金行ってくる人ばっかり。ねえ、おとみさん、あんたもそんなご用だったらどっかよそ行っていただきたいわ。お母ちゃん食べないの？昔の連中に会うと口じゃ羨ましそうなこと言ったって、実は心の中で舌出すってのが私には手に取るように分かるんですもの。子供も男もいずれは女のそばから消えてなくなるもんじゃありませんか。自分だけよ、後に残るのは。こんにちは。あら、裏から？こないだみたいに裏から逃げ出されちゃ困ると思って。まあそう、それねえ、みんな借りるときばかりエビス顔でさ。なんでまああの人あんなに目の色変えて金金散ってんのかしら。あんなやつどっかの犬に食われちまえばいいんだよ。人間万事、金の世の中。おとみさんの方がどんなに幸せだかわからしない。子供さんがあるってことだけでも私かなわないわ。